ここシェルターで。ここシェルター。この間一回泊まったからな。そうそう。ドヤも割と行ったから。そうっすよね。その辺はもう撮影したから別にいらんで。いや、ちょいええとこなんですよ。ちょっと友達紹介して。また佐々木さんですね。佐々木さんですか。なんちゃこんばんは。あれやん、いろいろ地べてんや。ここはあの今佐々木さん休憩してて。佐々木さん、家の方一緒に見せてもらうこといけます？友達パチキキすぎやん。普段何の仕事してるんですか？アルミ。あ、アルミ集めてるんですね。あ、しやん。え、ちょいちょい、ゴキブリだらけやろ。ゴキブリは大丈夫ですけど。すごいっすね、広いっすね。すげえ、佐々木さん去年の10月からいいっすね。結構物もいっぱいあるし。いや、物って拾ってきたやつや。見ていい？うん。じゃあ佐々木さんお邪魔します。すいません。あ、ジョー君そこゴキブリいます。そこ、うん、ほらもうすぐおるわ。ほらこれですね。で、ほら佐々木さん建てたんですね。いや、こっちは親父が建てて、こっちは親父さんが建てたんですね。佐々木さんはちなみにどこで寝るんですか？俺は今そこで寝てるよ。ここは蚊がおるんや。すごいよ、あのしょんべんするからな。あ、そしたらあっちで寝るんですね。うん、寒いけどな。ここはうんちとかしょんべんするおっさんやったからな。すぐ布団は買いよったけど。おらしいんや、酒飲んだらしょんべんなんかしょっちゅうや。瓶に放り込んだりするんや。ちゃん住んでたんですけど、75歳ぐらいの生活保護で、あのモテてっちゃって、うん、それうんこそれうんこ拭いてたんですか？なんかあのちなみに今日泊まらせてもらって大丈夫ですか？うん、いいよ。ゴキブリが湧いてくるの体中。佐々木さんのそっちの家も見てもいいんですか？なんもないの。ゴキブリ全然気にならないんですか、佐々木さんは？いや、もう慣れたらそうでもないよ。風呂もそんなん入らへんや。何年ぐらいここにいはるんですか？いや、まだ1年ぐらい。まあ、新しい体験なんでね。食あるよ。食ある言うてんの、本人が。ゴキブリはそこら辺におるしな。ダンボールはあげたらゴキブリだらけ。またあれやったら、いろんな友達いるんで、何十人かいるので、こういう感じのラフな友達は。まだこう、1時間、2時間ぐらい、銀次かどっか飲もう。パンパンやはら全然寝れる。今まで累計100回以上野宿したことあんねや。一番汚いで。ちょちょちょ、さっきパッて寝転んだけど、ゴキブリすごい優に100匹近くおるんちゃうかな。うなかなかジョーブログのジョーは無理っていうこと。何でもやってきたけど寝れるけどさ、いろんな人の生き方や価値観とかに触れれるんは楽しいことやで。実際そういう人たちがおるから、そういうのも知ってほしいし、大変な人たちもおんねん。コロナとかなったりとか以前でもやで、それでも必死に生きてて、かつ優しく受け入れてくれてるああいう人たちが僕は大好きなんで、今日はほんまにガチでやで。本気で俺ドキュメンタリーなんで、ここで寝ます。僕もそういう体験して伝えようって無理やりやねん。なんやったらお前が用意してん。天下茶やろ住んでんの。そうです。すぐ来いよ。また明日。おはようございます。意外と爆睡やったな。森よりかは寝れるし、無人島よりかは全然快適やな。虫はなんかおるけどちょいちょい。俺どこでも寝れるな。貴重な体験ができましたね。いつ何時俺もホームレスになるかを何回もなってんねんけど、ホームレスみんなもそうやん。いきなりこうリストラとかされたりホームレスになる可能性もなきにしもあらずやもんな。そういうホームレス体験のレビューでした。家帰ってシャワー浴びろ。